はい、どうも、シュルでございます。ということで撮っていこうと思いますけども、まあね、ちょっと1時半ということでね、なんかあんまり大きい声出さないでいこうと思うんですけど、まああんまり大きい声出すゲームじゃないんであれなんですけども、なんかどうやら前回のエンディングが1個あって、でなんかもう2個ぐらいやってプラスアルファでエンディング1個みたいならしいんですよ。ネタバレは見てないんですけど、なんかそういう情報を聞きましてまあやるんだったらね、全部やろうかなと思ってるんですけども、質問じゃねえよもう質問ってさっきから答える3回ぐらい取り直してんだけどなんだっけ、コメントはですね、結構考察とかしてくれてる人たちが多くてっていうか、まあ何かいらっしゃいまして、でコメント返しをする回も設けたいなと思ってまして、まあシエルくんチャンネルでゲームが完結することがあんまりないんで、まあ、たまにはね、そういうコメントだけ返すっていうのもありなのかなと思いまして、まあママに会いたいと君と夢見知りほとも、どちら、まあどっかのタイミングでコメント返しできたらなと思うんで、まだバリバリコメントしていただければなと思います。まあ見てもらってから1ヶ月後とかぐらいにしてた方が、なんかまあほら、最初に見てくれた人だけじゃなくて、こう今なんかまあ1ヶ月後ぐらいの見てくれた人たちでも返信できるか、まあ1ヶ月後ぐらいにコメント返ししようかなと思っております。つうわけでやっていきましょう。はい、この記憶1っていうのしか書いてなかったおかげで、俺一回データ消してこれもう一回やり直しましたからね本当にもう、まあまあまあ、ですね、ここなんですよ、やっぱここなんですよ、どうやらここらしくて、で、お兄ちゃん頼んだんで、まあ1番から聞きますか。はい、はっ、そんなところで何してたんだい。かくれんぼを続きでもやるつもりか。お兄ちゃん、かくれんぼはしないかな。なんだよ、しないのかよ。宝探ししてるんだ、僕の腕なんだけど。はっ、何それ楽しそうじゃん。5番目の足の月はお前の腕探しか。へえぜ、協力するんだ。何するんだ。ほんとね、この箱の中が気になって。ほう、まずはこの箱ってわけだ。よーし、まあまあ開けてみたら手が入ってるんですけども、これとかは、うわ、お兄ちゃん見えないよ。うるせえ、お前は見るな。見たらかくれんぼ100回よけな。理不尽な。え、ちょっと中に何があったの。お前が見るにはまだ早いな。ハードのドスケベグッズがあったわ。ドスケベ一体どんな。まだ知らなくていいっつうの。とりあえずお前の腕は入ってなかったぜ。そっか、手伝ってくれてありがとう。お兄ちゃんのところに戻ってみるね。お、頑張れよ。あれ、え、あ、ここでエンディングになるわけじゃねえんだ。マジか。へえ、マジか、そうなんだてっきり俺エンディングになるかなと思ってて、パートどうしようかなとか思ってたんですけど、あら、こんな感じなんですけど、じゃあトゥルーエンド後にコメント打つのもありですね。あ、これなんかいい感じの喋り方になってますね。いない、なんで、あれ、お兄ちゃんどこに行ったんだろう。BGM 不安になるのやめてよ。ちょっと静かになってやめろよ。記録2にね、記録していこうと思いますけども。マジか、ちょっと待って。おい、監視やないか。ちょっと待って、これは喋った方がいいかな。あ、大丈夫か。変わりなしか。監視がいるね。死んでるね。うわ。これは聞いた方がいいかな。彼は素敵な人だった。私にはないものをたくさん持っていた。これ言ってたな、言ってたわ確か。おっと、不穏でく。あ、お兄ちゃん。ん、ああ、お前か。足は大丈夫なの。は、ああ、もうしっかりくっついたぜ。鳴らすついでに少し散歩してたんだ。そっか、じゃあ一緒に腕探そう。ああ、そのことなんだが、お前の腕見つけたぜ。え、待って、ないえ、本当にどこにあったの。こっちだ、ついてこい。いや、待って、内容を知ってるが上に怖いんだけど、ちょっと待って。え、何、え、監視さん、これが
あなたの願いならば、ごめんなさい。ママ。え？何？ねえ、お兄ちゃん。本当にこっちに僕の腕があったの？このところ、一度も来たことないよ。ああ、お前は来たことないな。でも俺は来たことある。だから安心しろ。うん。絶対声を間違えてる気がする。お兄ちゃん、なんでずっと顔そらしてるんだろう。これって子宮の下ってことかな。え、じゃあ生まれる。あれ、この辺ぬかるんでる。どうしよう、このままじゃ倒れそう。お兄ちゃん、動かないよ。お兄ちゃん、ねえ、どこに行ったの。お兄ちゃん、おっと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 、何か降ってきた。雨？うん、全身が痛い。何これ、溶けてる。え、おい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 、いやいやいや、あー死んだ。ママ、あー、リュウさんか。うわうわー、こういうエンディングなんだ。なるほどね。リュウさんかな。いやー、ちょっと一つ一つメンタルくるな、やっぱり。なるほどね。そっか、資格ってことはやっぱお兄ちゃんは。おっと、びっくりした。危ない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 。あー、死んじゃったか。おっと、ってことはやっぱお兄ちゃんはそのなんだろう、生まれるのが嫌なんだろうねっていうのはなんか薄々そうなのかなとは思ってるんですけど、ただ一番がなんでそんな助けたのかってところが気になって、やっぱここがおかしいかなと。はい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 、なるほどね。まあ絶対報われるエンドがあるってことを期待してるんですけど、え、こいつ、こいつが今怪しくて仕方ないが。あら、あなたここで何をしているの。お姉ちゃん、あのね、今僕腕を探してるの。その、できれば手伝ってほしい。腕を監視に取られたんじゃ探しても無駄でしょ。はぎられたら無駄でも少しくらいは何かあるかなって思って。そんなのあるわけないでしょ、アホじゃないの。そんな、でも諦めきれないよ。ママに会いに行くなら腕があった方が。キモ、ママに会いたいなんて私には理解ができない。お姉ちゃん、もしかしてママが。私は手伝わない。じゃあね。あ、手伝わないんだ。やっぱりみんなみんなやっぱりリアクションが違うんすね。お姉ちゃんはママのこと嫌いなのかな。まあね、そらこんだけ体ボコボロボロにしてね、自分生まれないっていうんだったらそりゃ嫌いになっても仕方ないかなとは思うんですけどね。うん、これ多分お兄ちゃん話しかけちゃう。どうした、何すればいいのか聞きに来たのか。うん、ぬでは見つける手がかりはなしか。仕方ないか、こればかりはどうしようもない。ああ、そうだそうだな、代わりになるものがあればいいのかもな。代わりになるものか。代わりになるもの、代わりになるもの、難しいこと言うね。代わりになるもの、代わりになるものかい。もう精子邪魔なの相変わらず。こいつマジあのあのなんだっけ、裏でもう一回入れ直してる時にすげえ邪魔でここに入れなかった、マジでイライラしてたんですけど。数増えた。一番目が見えないようにしちゃった。あ、ここも同じこと言ってるかな。ん、なに。私ね、夢を見ていたの。ママに会ってパパに会ってそして幸せになるんだって。私ママに会ったことあるの。え、それは、え、だけど生まれた瞬間私ハサミで切り離されちゃったの。あ、子宮の中ではないんだ。じゃあ
何が起きたのか何も分からなかったわ。痛くて叫んでもママは手を止めてなかった。そして魂になってここに戻ってきて、ママの声を聞いたの。私いらない子だったの、邪魔な子だったの。ああ、まあさっき2番目の子が言ってたもんね、2番目の子が邪魔だみたいなこと言ってたもんね。私嘘でもママに愛されたかった、でも愛されなかった。だけど私が体を失って初めて妹ができた時、純粋に嬉しかった。そしてこの子はちゃんとママに愛されますようにって心の底から思った。その時はまだママのことを信じたの。でも実際は私と同じでいらない子だった。私この子のお姉ちゃんなのに何もできなかった。そっか、三番目の子は、そっかそっか、この子はママに会うこともなく監視に襲われてしまった。優しい子だったのよ、笑顔が可愛くて利口だったの。ママの声が聞こえた時もこの子は笑顔を絶やさなかった。こんな子もいらないと言って殺すママがもう今は信用できない。あんなママに会わせるくらいならあなたたちを殺してあげようってそう思ったの。じゃあ僕らの手足を隠したり監視が来たり、あれはお姉ちゃんがやったってこと？ごめん、ちょっといやもうね、もう全パートからね、もう泣きそうでね、ほんと。そうね、間違ってないわ。4番目に頼んで殺そうとしたのだけど、結局私が殺そうとしたことに変わりないわ。4番目の人は僕らを殺せる監視さんになってんだね、多分ね。監視しか思いつかないよ。正解、あなたの手足をちぎったのは監視とくっついた4番目。3番目と種がくっついたみたいに2人もくっついたのよ。あ、じゃあ監視はハサミとかじゃないんだ。じゃあやっぱり監視はやっぱ監視っていうところと合わせてるってところなのかな。そしてそれがあなたをずっと見ていた目玉ちゃんよ。目玉さんは4番目だったんだ。でも僕らと姿が違うんだね。4番目の奇形が関係してるのかもしれないけど、私たちは違うのは仕方がないわ。二人は好きな時に好きなように監視と4番目に変身することができるの。それを利用してあなたたちを殺すように命じた。表向きはね、表向き？じゃあ裏向きは？いえ、これはあなたが気にすることじゃないわね。なんでもないわ。だけど結局のこと、あなたたちどちらかは必ず死ぬわ。あなたたち双子の場合は少し難しいのよ。このままの中そこら中ひびだらけでしょ。監視がたくさん出入りしたせいで私たちのこの空間が限界なの。二人一緒にこれから出ればママもあなたたちも全部なくなる。どちらかが生きてる。うわー、そういうことか。双子は生まれないからどっちかやっぱ犠牲にならないといけないんですか。どちらかが死ぬの。彼からあなたたちを見て分かったわ。あなたたちは二人で一つのね。だから二人を同時に殺そうって思ったのに。お姉ちゃん、いやーしんどいよ。私あなたたちのためだったら結局私の一人よがりよね。あなたたちの意地なんて考えてなかった。今更謝ったところで許されるとは思ってないけど、ごめんなさい。いやー待ってさ、生まれたとしてもどっちかなんでしょう、これも。いいよ。え、お姉ちゃんが僕に冷たい理由分かったよ。お姉ちゃんも辛かったんだね。もしも僕がお姉ちゃんの立場だったら同じことを知ったかもしれない。僕らは大丈夫だよ。自分たちのことは自分たちで何とかする。なんだって僕にはお兄ちゃんの脳が分かるからね。3番目のこと言ってるのかしら。お姉ちゃん話してくれてありがとう。お兄ちゃんのところに行って話してくる。うわーきつい。いやーちょっと何言ってんの。なあ、あいつらは大丈夫つなあ、あいつらは大丈夫っつったら。やっぱり隠し事は楽しくねえしな。そうね、でもまだ一気に吐き出す必要はねえだろ。
もう少し気が落ち着いてからにしておけよ。ほんと、そういうとこキモいよ、しない。はは、てかもう得意死んでるっつーの。あー、さっき監視、いやー、そう、あのやってて気づいたんすよ。その監視に2回目を襲われた時に2人、いやー、やっぱあの2人だったんだな。いや、2人がこうスッて助けに来たんすよね。つけてる感じで、やっぱり死んでたんすわな。死んでた魂なんすわ。急いで飛び出してきたのはいいけど、ここに来たら緊張してきたな。どっちか一人だけなんてどう言えば。セーブしたいんだけど、絶対これでエンディング変わるやろ。いやー、本当にきつい。いやー、いや本当に泣きそう。もう、なんだろう、ほんとさ、人のエゴなんですよね。もうほんとエゴ。もうそれをさ、どう理解してあげるかもそうだし、なんだろう、なんて言えばいいんだろう、あの生まれてきたものが自分の粉だけじゃなくてさ、その生まれる前のその流産した子だって自分の粉わけであってさ、そこはしっかり考えた方がいいっすよ、やっぱり。ねえお兄ちゃん、話があるんだけど。はあ、なんだ、そんなしょぼくれた顔して。2番目のお姉ちゃんから聞いたんだけど。いやー、どう言うんだろう。ああ、1人しか残れないと、そりゃしょぼくれ顔にもなるわな。お前はどうしたい。ふんふん、僕は、ああ、どうしよう。いやー、きつい選択肢だな。まあまあ、最初お兄ちゃんに言ってもらおう。お兄ちゃんに言ってもらいたい。バカかお前。え、ああ、お前は何のためにここに来たんだ。俺を生かすためか。違うだろ、脳に会いたくてここまで来たはずだ。それを今棒に振ろうとしてるんだぞ。バカ以上に何だって言うんだよ。だけどこのままこれ、ここまで来れたのはお兄ちゃんのおかげなんだよ。それなのに僕だけが行くなんて。はぁ、あ、仕方ねえ弟だな。あったよ、一緒に行くぞ兄ちゃん。ただし結局二人が行ける方法がなければ、結論は俺が出すがな。俺は それまで一緒にいるだけだ。うん、じゃあ絶対見つけないとね。あー、二人行動出ますね。いやー、これどうしよう。セーブ、あ、いやー、やった方がいいな。どうするんですかね、これ。いやー、待って、このセーブきついよ。本当にきつい。やっぱエゴなんですよ。やっぱもう本当ね、ここ見た方がいいのかなと思って、ここをお姉ちゃんに見てもらいたかったんだけど、やっぱり何が入ってるか気になるな。お兄ちゃん探してくれないかな。スケベな何かが入ったりして。スケベってどんなやつ。例えば、あー、答えてやろうか。例えばな、おっぱ、これおい、やめろ。ここ以外のさ、ほんの冗談だぜ。お前そんな感じの役だったんか。いや、なんか、いやー、なんか変わりそうな気もしなくはないんだよ。あれ、なんか感じされてなくなったな、これ。え、なに、ここは拾うべきか。なに、は、え、何事、え、拾うか。え、なに、いや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 、なに、え、なに、ちょ、え、なに、は、ちょ、Windows 開いた。何拾ったの？ちょっと待って、何拾ったの今？え、待って、なんか拾った、ちょっと待って、何拾ったの今？マジで何拾ったの？え、何？ど、え？え？え、何拾ったの今マジで？実感がなかった、マジでこんな感じ。いやー、でもさ、お母さんもさ、いろいろ考えたんだろうね。で、今度の子はちゃんと産もうって思ったんだろうけど、そこに体の限界がやっぱり現れてしまったってところもあるんだろうさ。だから本当に
なんだろう、まあもちろん否認はしないといけないなっていうのも出てくるだろうしさ、その本当産むっていうところの覚悟っていうところもやっぱり考えないといけない。あともう生きてから、その生まれてから周りをどう、周りの人たちをね、どうこう共有して子育てができる生活、あの環境を作ってあげるかっていうのが本当に大事なのかなと思いますけどね。はっ、5番目を連れてきたんだな。答えは決まったのか。2人でママに会う方法を探してみるの。なんだって。まあ無謀なことするね。でもそれが2人の答えなら俺は協力するぜ。まああいつは怒るかもな。やっぱり怒られるかな。でもどっちか選べなかったからこうするしかないと思って。はっ、いいね。何もしないで終わるのは嫌だろう。最後のやる気な。うん、頑張る。これさ、いや待って、二人とも生まれないパターンがあるよね。いやそっか。あ、お二人さん行きたいなんですね。二番目の方から事情を聞きました。大変ですね。どうにかして二人が一緒にママの元へ行ける、そんな方法がないんですかね。方法があればすぐにでも協力しますよ。いや2番目の話でもしんどいな。まあ話すか。はい。あら、やっと来たわね。結論が出たってとこかしら。結論はその、2人でママに会いに行きたいの。はぁ、舐めてんの。舐めてないよ。こっから方法を探そうと思ってて。本当にアホな弟たちね。ごめんなさい。2人が一緒に行ける安全な方法は私が全部調べ尽くしたわ。それでも残念だけど、ママの意思に私たちを逆らうことができない。そういう風にできていても。ああ、双子だからなおさらね、生活でこう厳しいですから。じゃあ2人一緒には本当に行けないの。そんなに一緒に行きたいなら行けばいいわよ。うん、あれいいの。アホに何言ってもダメなことはもう学んだわ。ちょっとそこの5番目ちゃんと聞いてるの。あ、お兄ちゃんのことだよね。そういえばお兄ちゃん、さっきからずっと無反応だけど、もしかしてお姉ちゃんが見えてないの。あ、俺の話をしてんの。お兄ちゃん、あ、お兄ちゃん、今お姉ちゃんの姿見えてる。見えないな。どこにいるんだ。あら、見えていないの。なぜかしら。なんでだろう。僕は見えるのに。まあいいわ。とりあえず危険を従っ、危険を伴ってもいいなら二人で行きなさい。私たちがサポートして出口まで案内してあげる。五番目には伝えておいて。うん、お姉ちゃんありがとう。何か水音が聞こえてこない。おい、大変だ。雨が降ってきたぞ。雨が、どうして今。わかんねえ。他の場所からも急に水漏れしてるみたいだ。とりあえず見ればわかる。こっちに来い。お兄ちゃん、外で雨が降ってんだって。僕らも確認しに行こう。雨って、いや急に水音が聞こえたから見てみたらこんなことになってたんだ。雨は何だか見えてるか。こんな水圧初めてだ。お兄様たち、お兄様たちでも初めてなんですか。これは異常事態に違いありませんね。思ったより深刻なことになっているので誤算だったわ。何が起きたの。おー、ストップ。お前らは雨に触れんじゃねえぞ。この雨は体を溶かす有害な雨だ。あー、薬か。え、溶ける。受精卵が現れるとは降るんだ。私たちは大丈夫だけど、あなたたちは中にいなさい。部屋の中から守れてるぞ。あー、この雨降れると痛いな。あ、誰が痛いの。お兄ちゃんたちが言うには、この雨は僕らも溶かしちゃうみたい。あー、なんだってこんな急に。いや、お兄ちゃんの声ちょっと変えよう。部屋の中もダメとなるどっちかの問題ね。私たちが周りの様子を見に行ってくるわ。でもさっきも言ったけど、私たちは体がないから結局結構自由が利くのよ。あとはアホと3番目。おう、はい。2人
2人がちゃんとママに会うために協力してちょうだい。とりあえず他の場所がどうなってるのかそれぞれのタイミングで調べてきて。あは、了解だぜ、任せとけ。了解です。僕たちに何かできることないのかな。あなたたちのできることは身を守ることね。つまり部屋から出ないように。うん、ちょっとキモい返事しないでくれる。はい。誰を監視する。何、ちょっと待って。うわ、待って、何、どうするのこれ。いや、お姉ちゃんかな。ああ、そういう感じなんだ。ああ、なるほどね。これで自分で操作して見に行けるって感じなんですね。いやー、ちょっと報われるのかわかんないけど、報われてほしいな。二人でこう出れるエンディング、何、無理やりで生まれた二人、2番目、1番目と同じように捨ててやる。ああ、捨て子だったんだ。捨て子の魂なんだね。最初の子と違ってこれは生まれた瞬間私を見た。生きていた、動いていた。キモい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 。ああ、言葉の現れそこなんですね。だから、あ、感情がそ、あ、そういうことか。一番目の陽気なのは、要は生まれてきてくれ、あ、でも違うんか。一番目ももう死んでたのか、来た時には。私を見たそれをすぐに水、私を 見つめたそれをすぐに水に沈めた。それはすぐに溺れ死んだ。ポケットの中のバツバツで刺してき、ナイフだな。ナイフで刺して切って、それは赤くなった。キモいのが見えちゃったな、最悪。何これ、何これ。あら、これは紙とシャーペン。待って、持っていこうかしら、念のためにね。持ってと待ってが読めなくなりましたもんね。疲れてますね、完全に。もう2時ですもんね、なんすね。それつ、ねえ、いつまでいい人ぶってんの。さっさとあいつらの体を奪おうよ。4番目、ごめんなさい、まだ待ってほしいの。待つ、もう十分待ったでしょ。あいつらの体を僕に渡してくれればすぐにでもママを殺しに行ける。あんたが一番願ってたことじゃない。6番目は生きる力が強すぎるのよ。体をちぎっても何も効果はなかったわ。ほんの少しでも気を揺るがせばその時に奪えるわ。5番目の体で十分でしょ。ねえ、早く準備して。5番目の体はダメよ、あなたには使えない。だってあの子の体は。まあいいや、あんた約束するって言ったんだからね。嘘ついたら全員バラバラにしてやるから。分かってる。のんびりしてる場合じゃない。一旦戻って。4番目、どうして。彼とは知り合い通じて知り合った。うわあああああ、ちょっと待って。うわあああ、むごい。私にはないいろんなものを持っていた。だから好きになることに時間はかからなかった。ちょ、2番目にはらんだ子も同じように不注意でできた。だけど一度目みたいに隠れて殺せばいいと思った。これを機に親族との縁を切ろうと思った。紙とシャーペンで殴り書きした家族への手紙。学生だった私にはこれが精一杯のメッセージだった。トイレに駆け込んでそれを産み落とした。それはこっちを見ていた。
水に落とした後ハサミで切り刻んでやった。赤く染まった水ごとトイレを流した。バイバイ、二度と私のとこに来ないでね。これも当然の結果かしら。ほんとこんな自分がキモいわね。ちょっとごめんなさいね、本当にごめんなさいね。ちょっと、ああそっか。出口にあったのは道に書いてある、道の書いてある紙切れだけだ。どこに行ったんだあのバカは。きっとどこかに逃げたんだ。お姉ちゃんが何もしないでいなくなるなんて、そんなことはありえるわけないんだから。ちょっと、いやそっか。そうだよな、あいつのことだ。そのうち横に出てきて、いつも通り悪態つきながら出てくるだろう。そうだ、俺らが信じなくてどうするんだよ。あの、私探してきます。必要ねえよ、放っておけ。そんなことより二人を優先させないとな。二人とも用意できたら言ってくれ。いや、できねえよ、用意なんさ。うねうねってなんですか。縮れて短いあそこの二人、なんで？なんでそんなもん持ってんの？ね、お兄ちゃん。あれ、お兄ちゃん。は？なんだ？トイレか？そんな話してないけど、どうしたの？眠いの？ああ、そうだな、眠いんだ。あれ、ぼーっとしてた。足をつけてから、結構歩いてからな、疲れてるんだ。そっか、じゃあ外に行くまで休んでね。ああ。いや、ちょっと。いや、ちょっと待って、これ記録できんわ。あ、用意はできたか。うん、よし、じゃあこの紙に書いてある道を。ちょっと待って、何か揺れてる。また揺れたよ。監視がさっきから出入りしてるから、空間がぶっ壊される前にさっさと行くぞ。全員行くぞ。揺れて歩きづらいな。お前たちは転ばないように気をつけろよ。うん、気をつける。よし、傘は俺に任せとけよ。うん、お兄ちゃんよろしくね。やべ、行くぞ。金は溜まった。だけど私の中は何もかも空っぽだった。うわわわわ、ちょっと待って、死んだ。ちょっと待ってどっからだったっけ。ちょごめん、さすがに心配無理っす。ちょっと待って、きついな。いやちょっと次回パートにちょっと行きますわ。いやーそんな感じか。いやーちょっとやばいっすね、本当に。ちょっと考察とかの騒ぎじゃないっすわ、本当に。ちょっとね、心落ち着かせて、ちょっと来週またちょっとやろうと思いますんで、よろしくお願いします。というわけで、以上シェルでした。じゃあね、バイバイ、See you!